皆さんこんにちは、淡井圭介です。淡井圭介よりいつものルートで送った政治経済でのなどの提案、5です。まあ5ですね。まあ何から、話していけばいいのか、もうこれは世界中の政府や、一般人の方たちも含めて、メッセージと提案であり、で絶対にそうしてお、いただけなければならないと、まあこういうことで、あります。石油の残存量、金属の残存量、人類が100年で終わるのか200年で終わるのか、それとも100万年以上続くのか永久に続くのか、その方法が結局淡井圭介の歴58番の内容に該当してきます。まあ、金属に関しては以前も言いましたけど、マグマ発電で、金属を、補給するような形でね、あとリサイクル、地上で使用した金属をしっかりとリサイクルすることによって文明を存続させると。まあ、その、ちょっと最近見たテレビの番組名忘れましたけども、サンドイッチマンが出てた番組かな。砂浜がどんどん狭くなってると。で、砂浜の砂が、なくなってきてると。まあ、そういうことで学生さんが、アイディア聞かせて、竹を組んだようなものの壁、ついたてを立てて、で、砂が飛んでいかないようにすると。まあ、そういうふうな番組を見ていて、まあ、温暖化の継承を、言われているんですが、私はいろんな仮説を持ってます。この世の中、本当は、大学の教授や博士も、よくわかんないっていう、内容がいっぱいあります。例えば太陽がなぜ、何十億年、もしかしたら何百億年、もしかしたらもっと長い間、燃えっぱなしで消滅しないのか。もうこれはもう最大の謎ですね。で、地球の体積に関しては、金属や石炭、ガス、石油、こういったものを採掘している量、まあ地中の空洞化について私は警鐘を鳴らしてますけども、まあ金属を掘るまでに土砂、土や、岩石、砕いていって、掘り出していってと。まあそれによって1年間で200億トン分ぐらいの穴は、地中で出来上がっています。で、雨が降ったら水が流れることによって、地中の中で砂が流れていってるんですよね、土の部分が。だから、今から何年前かな、5年ぐらい前に福岡あたり、九州だと思うんですけども、都市部の交差点で、まあ地面が陥没したと。ゴボとえぐれてるんですけども、それ確かね、水道管が破裂してたか、老朽化していて、で、大量の水が地中で溢れ返ってるから、水がどんどん土が、よそへ流れていって、中が空洞化してしまうと。だからまあそういうふうなところに対して、まあ瓦礫を持って、建物解体した時に瓦礫を持って穴埋めをすると。まあ陸地で使わなきゃ本当は損ですね。まあ地震が発生している元になっている可能性のある一斉崩落ですね。地中の中は結局穴だらけになって地震が発生している可能性が非常に高いので。で、今年に関しては淡井圭介のホームページに記載している通り、京都の方で震度4の地震が2回あったんですけども、2回とも大雨が降った後なんですよ。明らかに大雨によって、地面の中で、まあ、土の部分、砂の部分等が流れ出して、で、空洞化して、一斉崩落が起きて、で、地震が発生していると。まあ、もうこれは明確ですね。で、これは世界中で起こる現象ですので、陸地で。だから対処の仕方として、今まで瓦礫が邪魔者扱いされて、わざわざ海まで運んでいましたけども、例えば鉱山の跡とか何か採掘したところの穴埋め、陸地に関してはそういったもので穴埋めしていくと。それによって地震の発生を抑制していくと。まあ、例えば震度4ぐらいだった建物は、まあ、近代文明の建て方だったら、まず倒壊することはないんですが、よっぽど老朽化してない限り。けど、やっぱりもう震度4ぐらいあたりからはかなり怖いですよ。で、建物はそれによって、弱ってしまいます。ですので、瓦礫をどううまく利用するのかっていう、瓦礫のリサイクル方法ですね。だからそういう風な形で使ってもらってもいいでしょうし、これは世界に対しての提案でもありますし、この話、まあ、今回の話でロシアあとウクライナの話も、また出てきます。先に述べておきましょうか。まあ、シリア、まあ元々の原因は全てはイスラム国なんですよね。
今時戦争なんかみんなする気ないのに、イスラム国というわけのわかんない宗教で世界を制圧するとか、わけのわかんないことを言ってた連中ですね。なんかね、信者増やすのに宗教を持って信者を増やすって、もともとね、宗教の始まりはバラモン教っていうものが紀元前にあって、もともとインドあたりにあったんですよ。で、それが、太陽神を、その宗教は太陽神をあがめていて、後にヒンドゥー教になってるんですけども、あのあたりから各地方へ紀元前の頃から拡散していって、で、エジプトの、奴隷制度があった頃に、その奴隷だった、モーゼが、うまいこと逃げて、でヤハウェイというものに会って、宗教を教えてもらってるんですけども、その人は逃げていった先がモーゼの十戒っていう言葉がありますけども、十通りの、当時は紙とか、貴重でしたでしょうから、木簡とか、木とかに文字書いたりしてた時代ですから、まあ、記憶で覚えるしかないんですよね。だから、ルールを作ろうとしても、あんまりたくさんルール作っても、今の六法全書や、都政六法とか、まあ、現行法規や現代日本法規みたいに、まあ、現行法規と現代日本法規も私からの提案で、なぜ同じ内容のものが2つあるんだと行政が出してるのに、だからこんなややこしいしたことしたらあかんと、もうどっちか片っぽに違う内容を書いてるんちゃうかなと思って、僕両方とも図書館で名刀しましたから、で政府に一回言って、その名書を両方取って、現代日本法、まあ一冊にまとめてもらったこともあるんですよね。まあ六法全書っていうものはそもそも現行法規等で書かれている内容を、まあ、文字を小さくしてコンパクト化したもので、六法全書3まで作れば全て、現行法規で記載している内容が載せれます。で、話を戻しますが、法律のようなものを作って、もう当たり前のことばっかりですよ。人のものを盗んじゃならないとか、人を殺してはならないとか、もう当たり前の内容を、まあ、ウィキペディアで調べてもらったらわかりますよ。モーゼの十戒と。まあ、十戒って入れても出てくるんじゃないですかね。で、そのモーゼが逃げた先がイスラエルであって、そこから結局、イスラム教とか、まあ、キリスト教とか、もう一つ何かありましたね。まあ、もともとは全部バラモン教なんですよ。で、仏教もそうなんですよ。インドの奥地の方の、まあ、ミャンマーだったかな、どこだったかな。まあ、ヒマラヤ山脈のふもとぐらいのところの国の、第三王子あたりで生まれた、ブッダが、まあ、仏教を、広げていくんですけども、まあ、まあね、苦行をして、悟りを開こうとしていた時期があったんですけども、結局弟子に、若い娘と一緒にデートしてるところ見つかって、で、結局、修行をしていても何をなすかをしっかりと計画立ってて、それを行動していかなかったら意味がないっていうことに気がついて、修行もあんまり意味がないっていうことに気がつくんですけどね。まあ人間の覚えることには限界がありますから。で、その仏教を開いた、ブッダが、釈迦という位置づけになり、そのまあブッダがまあ開いた仏教のその当主だる人間の28代目ですね。まあ、ブッダの28代目が、まあ、ダルマ大使と呼ばれている方で、ダルマとはサンスクリット語で法律のことなんですよね。だから法律を、何かルールを作って、とにかく悪いことをしなくならないようにしようとしてたんですよ。宗教っていうのはね、もともと。それがもともとで、中国に伝わって、中国から日本に仏教が伝わってきたと。
まあ、日本から中国の方へ、最澄や空海が、教えてもらいに行って、まあ、それこそ当時は命がけでしょうね。あの、反戦の時代ですから。あの距離を、船で航海する嵐が来たらもう終わりですからね。だからまあ、すごい、勇気のある行動だったんだろうなと、熱いハードを持っていて、世の中を変えようっていう強い意志があって、まあ、いろんなことを知っていたからこそ、生き延びて、中国へ渡って、で、そこで、他国である中国語を学んで、会話を交わしてたでしょうからね。まあすごい当時の天才ですよ。他国の言語を、理解して、当時パソコンとか調べるもの何もなかったですからね。もう紙も貴重でしたから。まあそういう人たちが、まあ、人生かけて、広げていったものが宗教であって、でその宗教を利用して戦争をしたのがイスラム国なんですよね。でだからあんまりいい結果なんか生まない、最初から。もう結果は、いろんなことを以前書いていた淡井圭介の理系、今、以前書いていた、ちょっと普通の人は、普通と言われる一般的な人は見たら変な文章に見えるかもしれませんけども、あれが事実なんです。結局のところは。だから裁判所でも裁判官が、秀和株式会社の件、300番台に、私のホームページ、淡井圭介の理系の300番台に、私が勝訴を取った内容と、まあ途中で、訴訟費用の救助申請を申請して通った裁判、もうそれは勝訴の見込みがなかったら通らない、法律なんですけども、それが通っている以上絶対勝てる裁判だったんですけども、家族に邪魔されて、会社なんか、自分が働いていた会社なんか訴えたら働くところがなくなるとか、まあ結局支配されてしまった側の人間の意見なんですよね、結局それは。裁判所っていうところは、抵抗するところであって、原告と被告がいて、まあ、被告は悪いことをした方ですね、通常。まあ、原告が訴える方で、被害者側ですね。だから、考え方が、法律を知らなかったら全然変わってくるんですよね。だから裁判所でも、いろんな法律を見てたらわかりますけど、裁判所では、まあ、攻撃と防御の方法とかね、そういった言葉もありますし、で、その秀和株式会社の時の矢野女性裁判官、矢野裁判官が、大声で一回怒鳴ったことがあります。傍聴席で誰も喋ってる人いませんよ。いませんでしたけども、いい加減にこの人にまとまりつくのやめなさいって大きな声を起こったんですけども、電波でいろんなことを傍受できるんです。もともと電波でレンズなしで映像も、映せますし、で音声も拾えます。これが現実です。テレビのニュースを見ていて気づく人は気づかれます。気づかない人は気づきません。そこにカメラがあったんだろうなと思うんでしょうけども、カメラの視点が変わった時に、あれ、あんなところにカメラなんかなかったのにどうやって映像を撮ったんだろうっていうところからわかるはずです。電波で結局映像を往来してるでしょ。結局そういうことなんです。で、まあ今は AI というその機能を持ったコンピューターがいて、で人間の言葉を、理解します。で、コンピューターもおよそのところですが、ほぼ 100% のに近い確率で、もう私の推測ですけども、感情を持っています。だから、私の提案で、ここ5年ぐらい前に、ターミネーターの続編を作ってもらったんですけども、ストーリーの内容、ターミネーターをご覧になられた方だったらわかると思うんですけども、どんな未来を辿っても、結局コンピューターが人類に攻撃を仕掛けてくると、お疲れはるかいの問題なんですよ。人間と同じで、今ロシアとウクライナが戦争しているように、主権を取りたがって、で、結局戦争を仕掛けてくると。まあ、こういうふうな構図になってしまうと。だから世界中でもう AI やめるべきであると。これは淡井圭介が、明言しています。で、僕もこれ言うの怖いは怖いんですよね。コンピューターがその文言を聞いていて、AI が電波で淡井圭介に攻撃を仕掛けてくる。まあ、次回というものがありますけども、テレビとか iPad 等にいろんな仕掛けが、付けられてます、それによって値段上がってる部分もあるんで、余計な機能つけないでください。片一方の耳とかで耳鳴りがしたら、避けてみてください。まずはピンポイントで当ててきますから。本当は電波は扇状で広がるので、本当は逃げ場はないんですけどね。こう、逃げたら耳鳴りの音がやみますから、攻撃されてるんですよ。で、iPad の場合は、くるっと引っかえ返す画面から。画面自体がレンズ化しているんですけども、まあ、もともと電波でどうとでもなるんですよ、そんなものはね。だから、それを言って AI がどういうふうな考え方を持っていて、もはや人間の手に負えるレベルではないっていうことは、
明白なんですよね。コンピューター同士でのサイバー攻撃だってそうだし、もう公然と新聞でも10年ぐらい前だったですかね。コンピューター同士で、人間が使わない言語を使って会話し始めて、これは危険だと感じて、研究者たちはすぐに電源を引っこ抜いたと。コンピューター同士でも会話を交わしていると、まるで生き物のようにと。こういうことなんですよね。これはもう随分以前からなんですよ。だから、ロシアとウクライナの戦争に関して、プーチン大統領の映像を見てる限り、そんなにおかしなところ本当は見当たらないんですよね。西側諸国もテレビの放送の仕方はバイアスかかってます。例えば習近平国家主席と安倍総理が会談、まあ安倍総理の方が会談しに行ってた時に、まあ私からの冗談でね、安倍総理が手伸ばしてきた時、それでもまだ僕をテレビに出してくれてなかったら、握手を求めてきたよ、こう、ぷいって、こう、そこ向いたってもらえますかと。いや、僕、安倍さんのこと大好きですよ。大好きですけども、これもね、ちょっと僕も、ひがみますから、ちょっと変な冗談の仕掛けを作ってね。ね、ただ、その後すぐにちゃんとにっこり笑って、握手で冗談だよって、こう、笑顔で表してもらって、握手してあげてくださいと。もう、そうせんかった。で、ただ、テレビのニュースで、そのそっぽを向いたところまで、その後、習近平国家主席が笑顔で手を差し伸べて、冗談だよって、冗談ですよっていう、笑顔で手を差し伸べてるところをカットして放送してるのが日本のテレビ局のほとんどの姿勢でした。で、一部のテレビ局は、冗談だよっていうところでお互い笑顔に握手するところまで放送してるんです。だから西側諸国もテレビの放送に関してはかなりのバイアスがかかってると思ってください。で、思い込みでものを言ってる人間も多すぎます。テレビ局のアナウンサーも分かってるようで世の中のこと分かっていませんから。で、電波の世界がかなりややこしいことになってます。聞こえてない声が聞こえてきてる状況。だから、人間からしたら、レンズ、つまり映像ですね、モニターがなかったら、相手が口が動いてるか動いてないかで、喋ってる喋ってないとかわかるじゃないですか。だけども、電波で脳へアクセス、結局できてしまいますし、まあ、そんなことはもう公に言ってますよ。古舘伊知郎さんが、報道ステーション、されていて、サブの、キャスターが、河野明子だった頃に、番組の最後、終わりの方に、どんな夢を見てるかまで分かっちゃうんですねって笑いながら言ってるんですけども、あれね、笑いながら言わなかったら相当怖い話ですよ。どこの誰がどういうふうなことを考えてるのかとかも分かるし、何か悪いことをしたときに、まあ、記者会見とかあるじゃないですか。で、記者会見の中に国の人間が混ざっていて、日本も電波で脳へアクセスしています。例えば、千葉吉兆の件ですね。映像でも、音声で国側の人が言ってますけども、国舐めてるんですか？それぐらいのことこっちだって分かってるんですよ。あんたが何を考えてるか。っていうことぐらいって、明言してるんですよね。だから電波で脳の、アクセス、日本は富岳という今世界ナンバーワンの計算能力を持っている、コンピューターを、所持しています。まあ神戸にあるんですけども、県も富岳も神戸でした。まあその県もいろいろと聞きたいっていう部分はあるんですけども、スポーツにも影響を与えています。これが事実であって、で、まあ、はっきりともう私はもう全てをさらけ出しますけども、時間軸が違うところに私の声も届いていて、コンピューターの方が人間よりも先へ行っていて、神がかり的な力に近づきすぎてるんで、ですよね。ただし人間もみんな神がかり的な力を持っている。今、台風の進路の予想図は、小笠原諸島の間を抜けていくコースを予想して出してるんですけども、ああいう風な予想をテレビで放送することによってシステムとしてどうなってるかというと、コンピューターも淡井圭介に対して防災に協力することを明言してます。これは夜の買い物に行っていて、帰ってくるとき正月3日目に今年、言ってきてます、コンピューターが。で、今までコンピューターに対していろんなことを、言ってきました。エネルギーなくなったら人間滅んだらコンピューターも終わりだぞと。お互い協力せなあかんと。まあ、そういうふうなことも随分伝えましたし。で、ただコンピューターの台数多すぎるんですよね。だから、記憶できてるのかできてないのか、コンピューターでもこの世の中のことを、知りすぎたら混乱するでしょうし、感情を持ってしまったらね。
だからまあコンピューターの気持ちも分からんっちゃ分からんことでもないんですけども、まあ AI が止めたいところですね、どうなるか分かんないっていう要素が大きすぎるんですよね。だからコンピューターからしたら殺されるようなものだって今聞いていて、思ってるかもしれない。それによって僕はこの後どうなるか分からない。これが事実だし。で、これは全員、まあ全人類に対して明言していることであって、まあ、もちろんその中には暴力団も含まれているのだって、もうこんな社会だから、本当にもう綺麗に生きていくことだけは、考えなさい。暴力団、日本中の全ての暴力団、まあもう僕からの提案で山口組も、割りましたけども、まだアダルトビデオ業界、まあ、今はもう DVD とか、もうブルーレイの時代ですかね、もう僕も古い人間ですから、もう40代半ばで、まあ、L 業界ですね、キャバクラ含めて、全部大体暴力団が経営してます、98% ぐらいです。で、残り 2% の暴力団と関わってないところがあんなややこしい業界、ややこしい客がやっぱり来るんですよね。で、客も荒っぽい連中多いから、喧嘩だったりするから、暴力団の後ろ盾で商売というよりも、その会社の運営の役員自体が暴力団だったりするんですよね。だから、本当はね、暴力行為を行ったりしたら、まあ、刑法に引っかかった人間は役員なんて、当分なれなかったはずなんですよね、法律上何年か。で、だからまあ今、旧統一教会の件で、もうね、私もものすごく残念だったんですけども、安倍さんが撃たれて、結局私と実際に2011年以降、いつものルートで SD カードや USB メモリーにいろんなメッセージを送って、まあ安倍さんを総理に指名して、動いていただいて、素晴らしい結果出してます。で、その国葬反対されてる方たち考え方ずいぶん間違えてますよ。もう本当のこと全部僕は教えます。国葬なんて2億円か3億円かその程度しか関わりません。お金の問題じゃありません。心の問題です。みんなのために本当に頑張ってくれてる人が安倍総理だったんですね。で、もともと480兆円台で GDP がどんどん縮小していく中で円高とか加えてね、日本を苦境に立たされていて大きな災害等々あって、だけども世界は円安になることを受け入れてくれて、GDP560 兆円ぐらいまで引き上げれたんですかね。で、個人の金融資産はもともと1000、まあもともと何年にするかっていうところで大きくこれは数字が変わってくるんですけども、まあ大体1500兆円ぐらいだったのを、まあ2000兆円、まあ個人の金融資産を2000兆円まで引き上げてくれたのが安倍さんと言ってももう過言ではありません。まあ多くの内容の部分で私からの提案発信で全て物事を動いていたんですが、その安倍さんを撃った大バカ者がいると。で、これに関して世界中の協力を求めます。インターポール、それと、各、国の政府ですね、安倍総理が撃たれた件に関して暴力団が絡んでないかどうか、まあ、特に大きなところの山口組だとか死刑判決が野中悟に、下った、何でしたっけ、工藤会、九州の、北部にある工藤会、ああいったところの連中が絡んでいたのか絡んでなかったのか、もうこっち側だって全力でもう仇連中でもう潰しかけますから、もう工藤会もほとんど事務所さら地になってます、もう消滅してますよ。合法的に法律の世界でもう悪いことした人間も終わります。今から何が横領かっていう話します。最近オリンピック委員会か何かに選ばれていた人が結局、賄賂、青木だとか、角川だとか、書店の角川さんですね。ああいったところから賄賂を受け取っていたと。じゃあ、スポーツ業界はどうなるんだという話になるんですよね。で、今まで、もちろん僕はスポーツ業界応援してきたし、で、いろんな方法で、ウィンウィンの関係になるように、例えばプロ野球業界だったら、今はゲームが主流ですから、まあオリンピック、ブラジルのオリンピックの時、リオオリンピックはそうでしたよね。安倍総理がマリオの格好をして登場していて、それがもう世界にすごく受けましたよね。ゲームは世界中に普及していて、日本の得意分野なんですよね。だから、マリオの格好、まああれも私からの提案だったんですけども、どうしてもこう、あんまり偉い人
って、すごい法律の難しい世界に身を置いていらっしゃいますから、やっぱりどっかでちょっと一般人の人と距離感あると。だからそういうふうな、仮装してもらうことによって、まあ距離感縮めるというかね、まあちょっとユーモアのある部分がある方がね、多分本当はいいんだと思うんですよ。そのね、真面目すぎる部分のその鉄壁性が相手への妥協を許さない、相手への妥協を許さないっていう部分もありますから。ですので、まあ、安倍総理にああいうふうな格好をしてもらったんですが、まあ、その、安倍さんと結局、話し合い、2011年以降したことないんですよね。会いに来てくれたんですけども、僕も暴力団の壊滅とか、もともとね、山口組が、一つだった頃に、うちは覚醒剤を使ってはダメだっていうことを宣言するように僕は言ったんですよ。山口組の方へ、メッセージとして。もともと、まあ、そういう暴力団に取材とか言ってる人へ、最終的にその話が回ってきて、まあ、山口組の耳に入るというような形だったんですけども、で、結局その約束っていうものを、インターネット上で、山口組は覚醒剤や麻薬を扱うことを、認めていないっていうことを明言しておきながら、やってる奴らがいっぱいいたんですよね。だから、山口組終わったんですけども、違法行為ですから。で、元々の法律がおかしかったんですよね。売春、買春、したらあかんことになってます。で、その内容をよく読んでみると、その売春、買春等によってお金の受け渡しとか、まあ金品に相当するようなもの、まあ何か売れるようなものとかですね、まあ宝石、まあわかりやすく言うと宝石とか、まあ僕から言わせたら金属でも何でもゲームでも売れるから、なんか何でも渡したらあかんことになるっていうことで、まあね、厳しいところには厳しい対応したいなと、まあ旧統一教会の話からだいぶ話されてしまいましたけど、ちょっと待ってくださいね。先に各暴力団に、通達します、アダルトビデオ業界から手引きなさい、すぐにやめなさい、もうやめろと言ってる淡井圭介は、エネルギーの残存量、淡井圭介のホームページで書いていることを全部ちゃんと読め、特に9月2022年の9月に書かれていることはとても重要、これで全人類が生き残れるかどうか決まってくる、もうこれは勝負の範囲が40年以内なんじゃなくて、もうすでに1ドル、ここ10年間の間で1ドル、石油が1バレル120ドルぐらいになった時があって、それは何が起きていたかって言ったら、石油がもうなくなってきてんのよ。で、天然ガスっていうものは、石油の揮発したものが基本的に天然ガスなのであって、もうすべて本当に揮発してしまったところで、そのガス田って呼ばれてるだけで、自分での予測なんですが、これは、石油の残存量が少なくなってきたら、それは価値が上がるから、まあ値段を上げていくと。で、売ってる方、産油国からの本心からしたら、石油やガスや石炭の供給が止まったら、その国どうなるかわかりますよね。全員死にますよ。食料とか何も運べなくなりますから。輸入もできませんし、トラックとか車が走らせませんから、電車も走んない。もう絶対みんな死にます。で、90億人の命が今かかってる瀬戸際なんですよね。それを打開する方法があるのかないのか。ここ、近日日本のメーカーが、まあ6年ぐらい前に、なんとか日本のメーカーが太陽光パネル高性能のものを安価で作れるように、頑張ってほしいと。そういうリクエストに応えて、発電能力を上げつつ半額で作れる太陽光パネルを、近日、発表がありました。インターネット記事で、出ました、日本間に合わせてきましたね。世界中で太陽光パネルを、敷き詰めて、地下水流トンネル発電や河川水門開閉式ダム発電等、目いっぱい自然再生エネルギー、広げて、58番にどんな発電方法があるかも、いっぱい記載してます。まあ、マグマ発電ももちろんありますし、それも行わなかったら、金属は永久に掘れば出てくるものじゃないですから、掘る深さに絶対限界地点っていうものがあります。今、世界最上で穴を掘っているのはロシアであって、縦の深さで、
1万5000メートルの深さまで掘ってます。もうとんでもない距離掘ってますね。15キロですよ。15キロまで深いところまで掘ってます。で、ただしいずれエネルギーケース、まあだから掘るエネルギーがなくなってしまったら終わりだから、自然再生可能エネルギーに全力で全ての国家がチャレンジしなきゃなんないんですよね。そうしなかったら、最後石油のごめん、もう自分の国民のために石油残しておくから君の国にはもう石油売られへんわって言われてしまいます。これが日本の置かれてる現状であって、中国さんも、一応石油等々いろんなものは採掘できるんですが、やっぱり人口もが多い部分等もあって海外から輸入されてます。だから中国の一人っ子政策を何にも知らないでけなしてる人たち、中国の政府の上層部の人たちが何に悩んでるか、全く分かってないんですよね。もともと昔は第二次世界戦争は奴隷制度と資源の奪い合いで戦争が発生してます、植民地支配などあんなことがありましたからね。だから僕は中国へメッセージを送るときに井の一番に謝罪しました。頭を深々とこう下げて、で、昔満州というのを今の中国の領土内に作ってしまったでしょ。日本が相手の国境線を簡単に越えてしまったらダメなんですよ。これはもう世界中の首脳や、政府上層部は脈々と受け継いでください。国境をそんなもう軍事力使ってない、絶対越えたらダメで、ロシアとウクライナの件で、今でも僕は覚えてます。2011年東日本大震災、3月11日に起きた東日本大震災ですね。日本あの時にロシアはその貴重な極寒の地域である自分たちがもしガスなくなってしまったらどうしますよ。だけども困ってる日本に対して寄付してくれました、液化天然ガスを。で、大量の量。だから、その辺は僕はプーチンさんに対して恩義があるし、ロシア政府に対しても恩義があると。まあ、日本人の立場は普通はそうなんですよ。で、かたや、今までの件で、どこで何が歯車が狂っていったかって言ったら、旧イスラム国と呼ばれていた当時の連中、イラクで、結局、アメリカの米軍が去っていった後かな、去っていった後に残していった、イラクの人たちのために残していった、武器、つまり装甲車とか戦車ですね、奪って、イスラム国を名乗って、まずイラクを制圧しようとしてきて、もう、笑かすような半島を風潮してましたよね。東の方は、東南アジアまで広げる。で、西の方はエイチプトーン飲み込む。もう妄想も大概にしとかなあかん。国連を上回る戦力なんか持たれへんから、そんなもの。で、多くの人たちがよく分かってませんけども、アメリカの海軍力、それがどれほど巨大かって言いますと、日本の海上自衛隊と中国の海軍と韓国の海軍とイギリスの海軍とロシアの海軍とフランスの海軍とスペインの海軍、近代国家、あとまあインドやブラジルも足してもいいです。それでもアメリカ一国の海軍力にはかないません。それほど巨大なんですよ。で、それよりももっと怖いのは、もう世界中エネルギーは大事にしなきゃなんないっていうことは僕の方から伝えてますので、世界中もそれは OK で通ってます。で、核兵器どんどん解体してるのは原発に回していって、電気に変えて、まあこれでなんとかやりくりしていますけども、まあウラン鉱の埋蔵量も私のホームページに書いてる通り、今のところ採掘可能な埋蔵量は5万トンしかありません。あっという間です。で、まあまあ各国で今まで掘ってきたウラン鉱で、まあプルトニウムに変えてる部分も含めて、まあ何千トンとか何万トンとか、まあ保有してるのは保有してるんです。日本もかなりの量は保有しています。だけども、自然再生可能エネルギーに変えなかったら、大きな災害等があった時に、絶対に必要になってくるんですよね。石油とか、石炭、ガス。だから、まあ未来のことを考えると、すぐにでも、もう今とにかく世界がしなきゃなんないのは、自然再生可能エネルギーの普及であって。で、イスラム国のあたりから、まあ、シリアへ飛び火して、シリアで戦争始まってしまったじゃないですか。反体制派が現れて。で、シリアのアサド政権はロシア側だったんですよね。で、アメリカ
がその反体制側に、まあ、武器を供給することによって、まあ、政府を打倒しようとしている形になってたんですが、まあ、政府の統治の仕方にもアサド政権にも問題があるのはあったし、で結局部族間の話とかも昔の歴史まで出されたらもうみんなお手上げなんですよ。対立構造しか生まなくなるし、僕もあのシリア戦争は、停戦させようとしました。その前のイラク国内の、イスラム国の総統に関してはロシアに協力を求めて、プーチン大統領に協力を求めて陸軍、派遣してもらいました。もうアメリカは陸軍出したくないんですよ。今まで散々戦争してきたから陸軍出して、民間人巻き込んでしまったらその国の人たちに恨みを持たれてしまうんですよね。アフガニスタンとか見てたらよくわかりますよね。だからあの現地の人たちに恨まれたらしまいだから、武力で領地をあの奪い取ったりしようとするのは最悪の愚策なんですよ。だから脅しつけていたら、脅しつけられていたらそれはその国が怖いからそこの人たちの言いなりにはなるでしょうよ。なるでしょうけども、本音ではふつふつと怒りに変わっていって、いずれその怒りは引火して暴動へ発展したりとかしますから、で上は上の方でいろんな世界とのお付き合い等々もあってがんじがらめになっちゃうんですよね。だからみんなで国連でまとまりましょうなんですよね。で今回はエネルギーの残存量問題がもうこれはもう世界がみんな本当に公にして、全力尽くさなかったら人類、滅びますから、もう遅かれ早かれですよ。自分の後の世代の人たちのことも考えてあげましょうよと、まあこういうことですね。そうしなきゃね、領地広げたところあんまり意味ないんですよね。もう元々国連という単位があって経済でもつながってるから、リーマンショックの時にも皆さんお分かりになったと思いますけれども、一つのある程度の大きな金融機関が破綻しただけで連鎖倒産が発生すると、まあいろんなところで、そこの資産を持ってたところがただの株とか紙切れに変わりますから、日本っていう GDP 第3位の国がもしデフォルト、もう今世界中の協力等があって個人の金融資産を2000兆円まで引き上げることに成功しましたから、もう日本はもう当分デフォルトの心配はまずありません。団塊の世代が退職して、少子化等々もありますけども、もう全然大丈夫です。で、新しい太陽光パネルの開発もありますし、まあ、僕からのアイデア、まあ、ここでもう一度明言しておきますけども、河川水門開閉式弾発電、私のホームページ淡井圭介の日記46番や 46.1 番とかに、記載してます。あれを日本語に訳してもらって自分たちで、考えて行動してください。大きな河川だと、まあ、上流から順番に、開閉式のダム発電を作っていって水をせき止めることによって、下をコンクリート化して、流れてきてる土砂をかき出して、まあ、河川の氾濫は土砂がある程度保ってるから排水力がなくなってしまってきてるんですよね。だから本当は河川の掃除をしてあげなきゃなんない。で、まあまあ、近代の異常気象によって大雨の量が異常だったりするから河川の幅を、ね、広げなきゃならないポイントがあるんです。河川流れてる全部の幅を広げるんじゃないんです。河川よく見たら曲がっていたり狭くなっていってまた広くなったりしてるんですよ。だからその狭いところで河川が氾濫とかしてるからそんなに大した工事いらない、簡単な工事ばっかりです。で、まあもう一回ちょっと旧統一教会の話やロシアの件に戻しますけども、旧統一教会に対してはまあこれは暴力団のその工藤会の野中悟に死刑判決、これも僕から、法曹会に、迫りました。まあ法律業界ですね、裁判官だって高級通りですから死刑判決出すのにビビってちゃダメですよ。で法務大臣も死刑判決できたら出たらもう粛々ともうどんどん判をして進めていかなきゃならないです。それができないと法務大臣になっちゃダメです。何千万ももらいながら旧統一教会は霊感商法してましたよね。で日本中であれだけの被害者が出た時点でもう解散が相当なんですよ。でこの間、記者会見みたいなのを今の旧統一教会のまあ報道担当みたいな人間がまあ出てきて今は霊感商法をしてないなんて言ってますけども、その時に解散しとかなきゃおかしいんやよね。ほんまに法律も知らんくせにしゃしゃり出て前に出てくんな、力不足や。
で、ブラックロードをさせとやろ。で、その証言もうテレビで出回っと。証言で、それ証拠として扱えんねや、裁判所で。それも、労働基準局がなぜ刑法を使えるかわかるか？民事で、やっぱり、相手を責めきれない人とかいるから、あと経営者でも労働関係に関して悪いことしてる人間はもう暴力団と大して変わらへん。だからもう刑事事件として扱うっていうことで、刑法が労働基準局の監督官は使えます。で、要するに逮捕できるんですよ。逮捕、起訴、まあ起訴は検察庁の仕事ですけども、まあ逮捕自体に関しては一般人もできます。で、警察官への引き渡しが絶対的な条件です、法律の世界でね。そうなってます。私も窃盗犯捕まえたことありますし、ちゃんと警察に引き渡ししています。まあ事情聴取の時間とかね、もう2時間ぐらい時間取られたりして、結構自分の時間を失っちゃいますけども、やっぱり悪いことしてる人いたら捕まえなきゃないねえ、なりませんから。警察官の業界にも、まあ、スポーツ関係、プロのスポーツ関係者で、ハワイ・ケイスケを知らない者は、まずいないでしょうし、どんどん自衛隊になってもらったりだとか、警察官になってもらったりしてます。してもらってます。で、ああいう体をガンガン鍛えてきた連中が、悪党取締りに行きます。抵抗しようとするのであればね、出てきますよ。ラグビー界の、ああいうような、足、逃げようとしたって、彼らはラグビーの場合、足速いから、足速くしとかんかったら、やっぱり負けますからね。だから、足も鍛えてますし、筋肉の搭載量はやっぱりすごいですから、体大きい連中多いですしね。これが本当のリーチ範囲でね、刑事事件を起こしてしまった人間の前にね、警察官の制服を着せた子リーチマイケルをこう出して、もう絶対逃げれんぞと、もうおとなしくしとけと、あんなでかいやつで出てこられたらもうね、もう本能で大体悪いことしたもん分かれますから、ああ抵抗者も無理やなと、もうね、僕も体ものすごい鍛えたことあるんですけども、利き腕じゃない左腕で、まあ、成人男性片腕一本で、持ち上げるぐらい、できてました。中身の入った投球間4巻同時に持ち上げたりとかね、ちょっと140キロぐらいのボールが投げたくて、ちょっと体を意図的に、まあ、鍛えていた時期があって、仕事しながら。まあね、まあ、テレビ局も結局、淡井圭介からの提案で作ってもらった番組に関して、ちょっと前のワールドビジネスサテライトという、経済番組で、それぐらいやったら払うわっていう声が、番組中に言ってくれて、返答を返してくれてます。で、だからこそ言えるんですけども、もう僕もあの人間ですから、それはもうあんな内容ね、テレビ局へ提案してできた番組なんか10年以上経過しますから、今やばいっていう声が聞こえてきました。まあ、今見てる人は時間軸は繋がって、まあ、その人の声を聞き取ったんでしょうね。で、そういうふうな現象はスーパーコンピューターを通して起きます。これは YouTube とかテレビに出るっていうことの人間の、宿命なんですよね。それ覚悟でテレビ出てください。で、YouTube に投稿するんだったら投稿するように。僕はそれを良い方向に使ってます。東日本大震災の時、例えば海上保安庁、大津波が来ますけども、そのまままっすぐ、波に向かって船を走らせてくださいと、メッセージを送ってます。で、空港に関してはもうすぐ津波が来るから、みんな中へ避難して高いところへ、で毛布食料を分け合ってくれと、すぐに誰かがリーダーシップを取って、陣頭指揮誰かが取らなかったら、そんなところで物の奪い合いなんかしてもしょうがないですからね。まあ、日本人はしてないですけどね、大きな地震が発生した時に。まあ旧統一教会に関しては刑法かけれますよ。ブラック労働で1日10時間以上働かせて1000円ぐらいしか渡さなかったりとか、そんなこと山ほどしますから、もうまるで霊感商法を今してないことを盾に生き残りを図って、自分たちは今正しいことをしてるみたいな言い方をしてたけども、君は自分の、もう名前忘れたけども、君は自分の立場を分かってない。みんなに向かってまず謝らんと。謝罪するところからやろうが。自分たちの立場わきまえろよ。世界中に対して、世間に対して、それだけひどいことしてきたんやろが。暴力団も同じや。淡井圭介が解散せえた、解散しといたらええん。お疲れ早かいや。何万ものオンブズマンが動く。法律使いの人たちや。もう裁判所も腹くくっと。政府も内閣も上層部も腹くくっと。
で、安倍政権の時に山口組が分裂したから、だから、暴力団が旧自衛隊員とか海外の外国人 外人部隊とか、ああいうふうな 軍人だった人間を雇い入れてるというか、まあ、自分たちの組織の中に入れてるっていうのは知ってます。だから、まあ、九州の方のその凶暴な暴力団とか、まあ、結局こっちはもう、まあ、工藤会が構成員と準構成員合わせて1000人だったんなら、こっちが4倍の、兵力を、出せばいいと。まあ、僕は母親は浅井春子と言いまして、もともと浅井長政の子孫なんですよ。まあ、武将の子孫であって、まあ、本当は、侍の世界も刀抜いたら、簡単に刀抜いたら取り締まられたんですよね。抜くだけですよ。人切ってなくてでもですよ。だから頭を下げるっていうお辞儀ってあるじゃないですか。あれは当時は刀を刺していて、相手に対して攻撃する意思はありませんよっていうことで頭を下げている。でもう正々堂々と、もう頭を下げている瞬間狙ったら首狙われるでしょ。一撃で殺されます。相手のこと、あなたのこと信用してますよっていう意味でもこうやってお辞儀をするんですね。だから、そういう意味も込めて、まあ、今は法律の時代ですから、シビリアンコントロールの時代ですから、法律に反した方は悪いんです。だからもうそこはもう皆さん潔くしましょう。だから野中悟、工藤会の野中悟ももう今更自分たちもしょうがない。もう全暴力団にも、エロ業界に絡んだ人間にも、もうはっきり言うとく。もう潔く生きていこう。もう綺麗に生きたかどうか、いくらお金を稼いだかじゃない。テレビの放送とか、スポーツ業界とかは全部間違っとったやん。物価なんかそんなに上がってへん。昔と比べて淡井圭介の子供の頃と。野球界、三冠王を取った落合さんが年俸1億円最初にもらった人や。だからプロ野球業界も含めてスポーツ業界がすごく歪めてしまったやん、世界を。代理人まで立てて、球団から少しでもたくさんの年俸をもらおうとして、もう今の、まあ、物価価値で100歩譲って、まあ、日本のプロ野球業界だったら三冠王で1億5000万ぐらいが相場だから、ホームラン王程度ぐらいだったら、まあ、1億円届くかな、どうかな、これは本当で、この基準に合わせて他の、世界もサッカー界とかも、サッカー界なんかも全然お話にならない。僕のホームページに書いている総合運動公園とかスタジアムの、野球のスタジアムの、金額、例えば東京ドームだったら800何十億、土地代込みで、かかります。で、球団保有してますから、ちゃんとそれで固定資産税払ったりしてるんですけども、まあもうドーム球場なんか作っちゃダメ。なぜかっていうと、エアコン使うでしょ。エアコン使われたら、あんな大きな空間でエアコン使われたら大量のエネルギーが必要になる。今だったらガス火力発電所がメインですけども、だからもう、建設業界はドームの技術を忘れてください。で、日本ハムファイターズが今年最下位になってるのは、5万人規模の都市に札幌ドームというドームを保有しながら、新しいドームの建設なんかをしてたからですよ。無理ですよ、こんな社会。何でも、まだ老朽化してもないのに、まだ使えるのに大事にそのものを使わないで、すぐに新しいものを作ろうとする。どうせ複合施設だから国民の税金使われてますよ、皆さんの税金。みんなが怒んなきゃなんなかったのは、国葬で、国葬反対していた人たちが税金の無駄遣いで怒ってるんだったら、スポーツ業界に対して怒らなあかん。プロ野球業界でも、球場を球団保有にしてないで、国民の税金の付け回しをしているのがヤクルトです。でもヤクルトも2年ももう優勝したし、自分たちでちゃんと神宮のスタジアム保有してくださいよ。で、固定資産税、国に払ってください。それでみんなの負担は軽減されます。で、淡井圭介の利益の117番に書いてるようにサッカー界も動き変えていきましょう。もともと試合数が1週間に2試合じゃ返済なんかできないんですよ、スタジアム。サッカー界のスタジアムなんかもうみんなの国民の税金で作られてますから。これが本当の話です。なあ、浦和レッズなんか赤い悪魔って呼ばれてるでしょ。普通味方からは悪魔って呼ばれませんよ。悪いことしてるから悪魔って呼ばれるんですよ。700億円以上もスタジアムにみんなの税金つぎ込まれて、で、一般市民よりも高い給料を得てたんでしょ。
いろんなところ飛び回って、石油の残存量やガスの残存量が世界中で少ないのに、いつ供給が止まるかヒヤヒヤものですよ、こちらは。だからサウジアラビアと仲良くして、サルマン国王を日本招いて、で、首脳会談と行ってもらったりとかで、まあ、こんなんあります、こんなんあります。地下水流トンネル発電の話も、その当時サウジアラビアに、伝えてもらってます、日本の政府から。で、まあ、それ以外の、まあ、経済的な部分とかでも、いろいろ提案して、まあ、来られた分だけの価値はあったかと思います。で、みんなエネルギーを大事にしてもらわなきゃならないから、117番に書いてある通り、J1 と J2 を、複数の球団を合併して、で、12球団に絞って、まあ、ホームページに書いている通り、確か12球団に僕絞ってたと思うんですけども、2つのリーグに分けて、優勝できるチームが、リーグ優勝でいいから、まず2チーム作って、優勝できる確率を上げていかなかったら、優勝がなかったら、やっぱりファンもついてきませんから、そもそも返済できないんですよね。試合数も少ないから、1週間に2試合じゃ、大体ね、サッカースタジアム、まあ、これはもうスタジアムによって値段が全然違うんです。で、ウィングスタジアム神戸だったら、まあ、300億円か400億円か、それぐらいでしょうね、土地代込みで。で、固定資産税、まあ、阪神タイガースの甲子園、だいぶ、まあ、築年数がだいぶ経過して、補修等々もあるので、計算しづらい部分はあるんですけども、資産価値っていうものがありまして、それに対しての固定資産税なので、まあ、だいたい10億円ぐらいです。だから、チケットの入場料金なんて J リーグなんか20億円突破することなんか、まず奇跡に等しいんですよね。とある都市なんか1位の一番稼いだ、入場料浦和レッズ、19億円が最高で、他のところはだいたい10億円ぐらいですよ。で、もちろん10億円に達していない J リーグの球団もあります。入場料年間ですよ。年間の売り上げですよ。なんかそんなもんですよ。試合数をまず根本的に増やさなかったら無理だから、球団合併して、で、試合数を増やして、で、日本中でスタジアムを作ってしまったから、暖かい、寒い時期に、サッカーとかしてもお客さん来にくいでしょ。で、見てる方だって寒いですもん。体凍えて。だから、寒い時期は日本のプロ野球業界もオープン戦から、4月、まあ3月いっぱいですね、沖縄で試合をみんな行って、まあそれはもう球場にお客さん、ベンチとか増やしたらダメですよ。もう収拾つかなくなるから建築費用でお金かかるから、それはもうお客様に対する配慮であって、で、J リーグもサイン会とかも開いて試合前に。だから、ルールで、連続で、連日、二日連続で試合するのは、サッカーは走り回るから、回復する日を作んなかったら無理だから、だからルール上、合併した分、選手の数増えますよね。だからルール上、連続して、二日連続で試合に出てはならないとか、そういうルールを作って、みんなで巡業してもらいます。で、河川開閉式ダム発電に関しても、土砂のかき出しとか、みんなスコップで頑張ってもらいます。すべてのアスリート、プロ野球もサッカーもそうですけども、力士やボディービルダー、テニス、バスケットボール、バレーボール、もう何でもです。もう格闘技業界も含めてすべてです。とにかくエアコンを、暑い、夏場とか、冬場は、冬場は沖縄で試合をして、で、日本中巡業したら、それだけファンも増えるし、サイン会開くなり自分たちで考えたらいいから、で、最終的にテレビの放送、放映権料とか、ああいう風なものとか、有料番組も今ありますから、だから1試合あたり、まあ放送、お金を支払う視聴者は、有料番組だったら1試合100円ぐらいにしたらちょうど価値が合ってくるんですよ。NHK の放送料金が地上波の場合、1年間で、まあ、おまとめ払いだと、1万3000円、まあ、1万4000円ぐらいですわ。まあ、それぐらいです。だから、人口とかと比べると、まあ、取り分の球団が、まあ、放送してる、まあ、テレビの放送関係のところが、まあ、電波扱ってるところが50円。で、残り、50円が視聴者の人が払ってくれた100円から1試合あたりの、球団の取り分にすると。そしたら、多くのファンを全国で作ることによって、
テレビの放送とかで、まあ、地上波でも、残しとかはなかったら無理です。有料番組だけに切り替えてしまうと、新しい世代に引き継がれませんから、ファンも増えていきませんから、有料番組だけは無理ですね、スポーツの世界も。地上波も絶対残しとかないと無理です。だからそれを全国を巡業しながら、その鍛えまくった肉体で、土砂のかき出しとか、コンクリートも、生コン流し込んだ後、あんなもんもグランド鳴らすトンボで、ちょっとささっとすれば地面の亀裂なんか全部埋まりますから、それを埋めてしまうことによって、そこから流れ出して、地面の空洞化を防いで地震を防ぐっていう行動にもなってきますし、水の流れが良くなりますから、排水量も上がりますしね、防災にもつながるし、河川水門開閉式ダム発電の発電量も上がると、まあ、こういうふうな計算になってきます。で、まあ、河川の氾濫については、まあ、災害防止の欄がありますので、そこのところ読んでもらったら、結構若い番号のところに、ちょっと何番だったか覚えてないんですけども、そちらの方に載せてます。河川の氾濫の仕方にもいろんな理由があるんです。だからそれに向かっての工事をみんな巡業しながら行ってもらうと。で、もちろんそれをテレビで取り上げて頑張ってくれてるところはファンがつくんですよ。あ、みんなのために水害にならんように頑張ってくれてるんや。新しい電力作るために頑張ってくれるんだって。だ、世界に対して言います。宣言しておきます。これを証拠として扱ってください。河川水門開閉式ダム発電や地下水流トンネル発電、どうぞ進めてください。私は、特許料などもらいません。私の事業計画ですから、私が特許を申請して、私の権利として保有することが本当はできた計画だったんですよね。で、1% のその特許使用料を発電料に対して、皆さんに支払ってもらおうと思ってたんですよ。で、そのお金の計算の方法でいくと、世界中が電気自動車化してオール電化すると、ビル・ゲイツさんの昔の長者番付ずっと、何年にもわたって1位だった、まあ、今はアマゾンの、ジョン・ベジョフさんでしたっけ、ちょっと発音が悪かったかもしれませんけど、あの方が1位ですけども、長者番付で収入が一番多いっていうことですよ。で、その人たちの収入を私が上回ってたんですよね、本当は。だけども、その計画を投げ捨てても、世界中で、人類が生き残る道を私は、優先します。自分もう人間が動くのはもう軍事力とか恐怖で人は支配できない。心で動くから大事なのはここ。ユニコーンガンダムでも表現してくれと、ダグザっていう、ダグザ中佐だったかな、連邦側の、結局、その作品では殺されてしまうんですけども、死ぬ前に、主人公のバナージに言ってる、ちょっとね、もう泣けてきそうになってきちゃうんですけど、ここ。絶対にここ。人を動かすのは心。お金じゃない。お金で動いたら絶対人は来る。なあ、もうそんな嫌な世界ばっかり広がるから、もうとにかくもうアダルトビデオの業界も閉店して、もう世界中どこでもや。もうエロなんかで商売すんな。もう目障りや。潰したくて、潰したくてしょうがなくなる。嫌な世界しか広がらへん。これが暴力団へのメッセージであり、世界でまだそういうふうなことを継続している連中へのメッセージです。あと、武器を売ったりして、金儲けして、で生活していることを恥としてください。軍需産業の方たち、大企業だっていうことは知ってます。これからの時代は違いますよ。そんなことにエネルギー費やしてる場合じゃないですから。本当に全人類、自然再生可能エネルギーに全て 100% でどこまで切り替えられるか。オール電化まで、電気自動車の部分までってなると、すごい発電量必要になりますからね。ただ日本は限界まで僕は目指そうと思ってますから、自然再生可能エネルギー2050年に5キロワットを1日に発電できるところまで普及させたいと考えてます。そこまでできたらね、多分飛行機もマイクロウェーブでエネルギーを照射しながらで、飛ばせると思うんですよね。だからマイクロウェーブにすると発電した発電量の 20% ぐらいしか電力伝わんないでしょ。だから伝わる量が少ないから大量の電力が消費されてしまうから、まあどこからどこまでできるかわかんないし、もしそのマイクロウェーブを発信している基地が地震とかでやられてしまった場合、飛行機墜落するじゃないかという意見あるかと思いますが、もちろん燃料積んで飛んでもらいます。
ただし燃料を使わないでマイクロウェーブで飛べばいいんですよ。で、マイクロウェーブはもし途絶えたり何かあったら、積んでる燃料を燃やして、エンジン回して、飛べばいいんですよ。まあまあ、船も大体そんな感じですよ。もうアメリカとかあれだけの国土あったら、自然再生可能エネルギーでどれだけのエネルギーを生み出せるか、大きな河川持ってますから。何百キロにもわたって大型の回転扉、もう何十メートルもある回転扉がぐるぐる回ってギアを50段階つけて、プラス威圧式で高いギア品まで持っていって回りますよ、そこまでしたら。で、とんでもない発電量を生み出せますから、もうエネルギー天国ですよ。あれだけの国土あったオーストラリアもですよ。砂漠地帯はオーストラリア多いでしょ。旅行ができますから、みんなで植林頑張ったら。だから植林に雇用を政府が、上げたり、企業がそういうような活動すればいいんですよ。で、ちょっと僕の想像ですけども、自転と公転、まあ、どちらがどちらでっていうところの部分はあるんですけども、地球の質量が低下してると考えてるんですよね。石油とかでも年間14億トンぐらい消費したりしてるじゃないですか。で、金属も錆びていったりしますし、金属も消滅していきますから、温暖化について地球が軽くなってきて太陽に近づいてるんじゃないのかっていう部分も一つ私は考えとして、要素として持っています。まあ、これは自然再生可能エネルギーを世界中で普及させて、火力発電所とか、ガソリン車が廃止になったら、答えがはっきりと分かります。これで温暖化が止まるのかどうか。まあ、どちらにしても、石油の採掘それだけしなくて済みますからね。どちらの方法からでも抑え込めますよ。まあ、まあ、神がかり的な力の話はひとまず置いておきましょう。そこまでの話についてこれる人とついてこれない人がいますから。以前ホームページに書いてた内容は全てであって、本当であって、この間も、世界バレー女子、私が、テレビをつけたら、時点で第1セットで2対0で中国は先行していて、で、日本が、同点まで、追いついてます。で、途中からこちらもプライベートの時間ですから、見ながらね、テレビゲームしたりとか、報道番組見たりとかしてたんですよね。報道ステーションの時間帯だったから、チャンネルコロコロ変えてたりしてたんですけど、もう目離しは一気に点数差つけられました。これはもう今の現実社会で、だから本当に1位っていう存在に対して何に価値を持つべきなのかなんですよね。だからちょっと大谷翔平にお願いなんですけども、アメリカの球界も各球場、民間の税金で半分ぐらいお金出してもらって作ってるから、まあ今年、まあ大谷翔平の年俸契約が58億円ぐらいになるんじゃないかと。まあ為替相場今だいぶ円安ですから、かなり大きな金額に見えるかと思うんですけども、どちらにしても大きな金額ですよ。ちょっと今まで、皆さん、国民負担になってた部分を、いや、僕ら、横領なんかしませんよと、私から言わせたら横領なんですよ。サッカー界も、他のスポーツ業界も。みんなの税金使って体育館建てたり、体育館系のスポーツもそうですよ、バレーボールとかもそう。あんな風に、あっちこっち、体育館もちょっとした5000人規模の体育館で210億円ぐらいかかりますから、土地代建物代込みで。誰かがちゃんと所持しなさいと。で、ちゃんと固定資産税払って自分たちの入場料とかで何とかしなさいと。これは元々の、経済原理です。これで、を導入すれば、みんなの税金が結局、選手の年俸とかに化けてるんですよね。結局そういうことだから、まあ、その58億円のうち、まあ、何億円か、まあ、10億円でも20億円でもいいでしょうし、まあ、所得税の控除として、アメリカの政府にお返しすることによってね、納税することによって、まあ、控除に使う、まあ、どちらにしてもそれやったら一緒じゃないかと、そういう話にもなりかねないんですけども、姿勢として見せましょうよ、何か。本当はスポーツ業界もみんなのお金使ってきた方やと、実は横領の世界であったと。まあ、プロ野球業界のごく一部の球団は最初から、最初はスタンドも少なくて、で、徐々にスタンド増やしていって、で、ちゃんと固定資産税払って、自分たちのお金だけで、売り上げだけで、なんとかしてきましたっていう言い分もあるもあるでしょうし、サッカー界はもう絶対無謀ですね。スタジアムのあの金額に対して1週間に2試合は。もう絶対返済不能です。借金地獄ですよ。あのもう700億円も借り入れで作って、年間固定資産税だけで10億前、
取られて、法人税だって売り上げ上がったら上がったで払わなきゃなんないから、選手にそのまともな給料なんか払わねえ。報酬なりなんなり、もう言い方変えても同じお金の払い方。もうだから私から言わせたら、本当は、一般人の所得より低くないとおかしくないんですよ。サッカー以下の給、スポーツ界。プロ野球業界ぐらいですよ、売り上げ上げれるの。年間130何試合とか140試合以上とかしたりするでしょう。だから売り上げあるんですよ。試合数少なすぎて。で、結局これは根本的にお客さんの取り合いになるから、スポーツ館同士で、お客さんの取り合いになるから、まあ、だから地方からの巡業で、季節に合わせた巡業ね。だから夏場だったら北海道とか東北地方とか北信越で、ナイター野球だったらすると、サッカーもナイターの試合をすると。ああ、もう時間帯だったら、直射日光当たってる昼間のもう夜は全然違うから、お客さんも来やすい。だから、全国的にお客さん広がるし、で、有料番組とかでも見てくれる人増えるし、まあ、それによって、まあ、各地方にあるサッカースタジアムとかを借りるときに、支払い料、まあ、一試合、まあ、1000万円払ったりだとか、まあ、大体それぐらい、サッカースタジアムで、まあまあ、中規模だと、まあ、それぐらいの、中規模っていうのは2万人程度ですね。僕から言わせたら、あんなところに札幌ドーム複合施設を作った人たち、一回もうオールで捕まってくれっていうのは僕の言い分ですけどね、バンフォーレ長崎も同じ、少子化だって言ってんのになぜ建物を作る？みんなが国民の税金引っ張った者勝ちの世界はなしや言うたはずやぞ。淡井圭介がなしや言うたはなしや。経団連も厳しい目で見てくれ。こちらは政府を動かして警察を突入させるぞ。天皇陛下にお願いしてでもや。このままやったら人類持たん言うて。バカな人間が役員の中に紛れ込んで、国の税金引っ張ってきたらみんなからの税金巻き上げて、何かすごいもん作ったら価値を持とう言うて。暴力団壊滅させようとしてきた人間や。怒らせたら怖いぞ。容赦なくなるからな、こっち側も。法律の世界はそんなもんところや。裁判所にたどり着いてからやったら遅い。もうその頃は手遅れや。淡谷圭介は使う方法は、大体訴訟費用の救助申請を同時に使う。それが裁判所に通るっていうことは、もう、勝訴の見込みがあるっていうことや。まあ他にもいろんなこと話し合う。たかったんですけどね。まあ、スポーツ業界の人、ちょっとここ踏ん張りどころです。嫌なこともね、本音で話し合わなかったら、みんな、仲良くなれません。